さあまもなくフラッグが折れましたスタートしていきましたさあどの選手がトップへ出てくる下からスーッとやはり選手たちが出てきますねあー出てきた出てきた ITA155 レオナルドト・トマジーニが1つ抜けてる感じですね あ見えてきましたねそしてイタリア27マノのモデナ選手も加速してきている早いさあ続々とファーストマークへ向かっています男子第12レース目現在ト,、まあ、トラッキングで見ると ITA155 と、i. T. A. 二十七、あ、二十七の選手が出てきたかな、この二人が。トップを、今、画面、えー、見えてますが、ファーストマークへ向かって入ってくるのは、この二人ですね。はい、通過しました。一気に風下に向かっていきます。四番手が富澤誠ですね。画面今、今、見えている選手。一番左の選手がトップの二人です。トップ争いしている二人になります。 さあ一気にかざしもに向かっていますがどこでジャイブかざしも方向転換するのかここの駆け引きも大きいですさあジャイブし始めた一気に一人突っ込んでる選手がいるな右画面右 さあパンプしてパンプしてより深く下ろうとしてますね。画面手前が JPN11 富澤真その向こうが GBR319 ボルジショーそしてイタリアの国旗が見えているセールが ITA27 マノロモデナそして一番、えー、奥に見えているのが ITA155 レオナルド・トマジニですね。レオナルドがいい角度で 入ってくるかな先に丸のモデナジャイブしてレオナルドもジャイブで開口してきましたさあここはワンツー第3マークへ向かっていきますさあスーッと入ってきたぞさあ JPN5 池田憲成が逆サイドから一気に3番手に上がってきた近いぞワンツースリー 最終マークへ向かっていますさあここではもうスピード5 0 k g 5 0 3 k ロスピードを上げています ITA27 マロノモデナさあ腰を落として一気にスピードを上げていく片下が右側に見えるのはマロノモデナあ抜いたかな順位が変わったようですねマロノが前に行ってそして レオナドがその後ろ、ここはインをついてきたさあ、その後ろも3、4、5位争いさあ、インをついてきたのが池田憲星の模様ですねそして GRB319 ボリッショーここが3、4位争いさあ、トップはまたもやトップは ITA27 マノのモデナ その後ろは ITA155 レオナルド・トマ・ジーニさあフィニッシュの上近づいていきま,いますね見えてきましたね船と黄色い V の間がフィニッシュラインになりますさあこのレースもトップは ITA27 マノロ・モデナそして2位が ITA155 レオナルド・トマ・ジーニ その後ろ、どっちが前かな堀師ショーのほうが前ですね、そして池田憲正、富澤誠と続きましたねさあ、女子がスタートしてきます、並んできました、女子の第12レースさあ、近づいてきましたよ。 さあゆっくりタイミングを見ていってフラッグが降りましたさあ下野選手下からね、えー、結構いいスタートした選手がいますね ITA4 ですかねリンダー・アフランディが いいスタート来たようですねそして砂がもうすぐ後ろにいるようですファーストマークへ向かっています45キロぐらいのスピードを出してますねさあちょっとね一人抜けた感じがありますがその後ろにいるのが砂が雪 jpn 470風上がいるのは山部みき jpn 31さあ並んでいるぞ ファーーストマークまもなくファーストマークここを通過すると一気に風下へ選手たちは走っていきますリンダオフランディー、ITA4 今、通過しましたねここから一気に下りますそして砂川由紀あとはもう並んで、えー、多くの選手2、3、4、5接戦です。 あ早めに返した選手がいるな。今、下っていくときにジグザグに下ってきますので早めに、えー、ジャイブして、えー、岸に近い方宮古島に近い方へ向かっている選手がいます。ここは出てきますよいい風があったのか さあ、砂がも仕掛けてきてますね、今。結構、リンダに近づいてますよ。さあ、画面正面に見えるのがリンダですね、リンダ・オブランデー。その左側に見えるのが砂がユキその左側に見えるのが GER1247、ソフィア・メイヤー。 さあここでどうなっていく早めに砂川がちょっと早めに仕掛けてここはインをつきたいところさあギリギリを開口していったさあ続々とセカンドマークを開口してサードマークへ向かっていますトップは ITA4 リンダ・オフランディ 2番手が砂川由紀、JPN470、そして GR1247、ソフェアメイヤー、JPN94、大西富藤子と続いているようです。さあ、画面、トラッキングで見ています、GPS で見えていますが、3と書いてあるのが最終マークになります、そしてゴールへ向かっていきます。 かなり差が広がりましたね、あ1人今落ちてたかなさあ、スローダウンした選手が今、見えましたね、砂がの GPS が止まっているので、もしかしたら須永かもしれませんさあ、最終マークを開口していきました、ITA4、リンダー・フランディそして、ちょっとタッチダウンしたのが大西ですね、その前を走っている、2位で走っている選手がソフィア・メイヤー。 フィニッシュラインへ向かっていきますその後ろが JPN4、新島里奈、そして SGP73、マーシャル・シャリンと続いています。見えてきましたね、フィニッシュが。結構、ダントツになりましたね。ITA4、リンダー・オフランディ。ここ後ろの選手が見えていません。ザ・船と黄色いマークの間がフィニッシュライン。 はい、まあ、フィニッシュしてきました女子の12レース目トップでフィニッシュしたのは ITA4 リンダー・フランディそして GER1247 ソフィア・メイヤーです、ね、下側に入ってきたのが JPN94 大西藤子そして新島リーナマーシャル・シャリン THA9 アチャッティホムラルエン JPN31 山部ミキ JPN470 砂川ユキ JPN72 コミネ・メグミそして1027渡辺純奈 JPN139 村岡美優続々とフィニッシュしてきていますそして JPN32 松浦風見画面上の選手が松浦ですかねまもなくひしらを通過していきますさっという間の戦いです